ティムール朝、ティムール朝は中央アジアのマーワラーアンナフル、現在のウズベキスタン中央部に勃興したモンゴル帝国の継承政権の一つで中央アジアからイランにかけての地域を支配しイスラム王朝1370年から1507年。その最盛期には半島は北東は東トルキスタン、南東はインダス川、北西はボルガ川、南西は シリアアナトリア方面にまで及び、かつてのモンゴル帝国の西南部地域を制覇した。創始者のティムール在位中の国家は、ティムール帝国と呼ばれることが多い。王朝の始祖ティムールは、チャガ大藩国に仕えるバルラス部族の出身で、言語的にチュルク化し、宗教的にイスラム化したモンゴル軍人、チャガタイ人の一員であった。ティムール一代の征服により、 上述の大半島を実現するが、その死後に、息子たちによって帝国は分割されたため急速に、分裂に向かって縮小し、15世紀後半には、サマルカンドとヘラートの二政権が残た。これらは、最終的に16世紀初頭に、ウズベクのシャイバーニー長によって、中央アジアの領土を奪われるが、ティムール朝の王族の一人バーブルは、アフガニスタンのカーブルを経て、インドに入り、 19世紀まで続く、ムガル帝国を打ち立てた。14世紀初頭に、モンゴル王族カイズの王国を乗っ取る形で、中央アジアの東西トルキスタンに勢力を拡大した、チャガ大半国は、1340年頃には早くも、分裂に向かい、東トルキスタンの東、チャガ大半国とマーワラアンナフルの西、チャガ大半国に分かれた。西、チャガ大半国では、 多くの有力部族が地方に拡挙したために、藩の権力は早々に失し、各地に分量を持つ有力な遊牧貴族による軍有拡挙の体を成す。この中で、盗賊的な活動を行いながら小さいながらも、自己の勢力を築きつつあったのが、チンギスハーンの出たボルジギヌ氏と同祖の家系を誇る、名門バルラス部族の出身であるが、父の代までにすっかり冷落していた。 ごつらく貴族の息子ティムールであった。1360年、東、チャガタイ半国、モグーリスタン半国のトゥグルクティムールが西、チャガタイ半国に侵攻し、一時的にチャガタイ半国の東西統一を成し遂げると、ティムールはこれに服属して、バルラス部の丘陵を回復する。やがて、トゥグルクティムールが、本拠地の東トルキスタンに帰ると、ティムールは、東、チャガタイ半国から離反し、 西、チャガタイ藩国の諸部族と同盟取り藩を繰り返しながら勢力を広げ、1370年までにマーワラアンナフルの派遣を確立した。彼は、チンギスハーンの三男、オホデーの子孫、ソユルガトミシュを西、チャガタイ藩国の藩として擁立し、自身はチンギスハーンの子孫の娘をめとって、藩家のムコムコ、アミール・キュレゲンという立場において、 マーワラアンナフルに住むチャガ大臣の諸部族の統帥権を握った。一般にこの年をもってティムール朝の確立とする。新王朝の確立後、ティムールは東トルキスタンに遠征してモグーリスタン半国を服属させ、マーワラアンナフルの西のホラズムを征服した。さらにジョチウルス、キプチャク半国から亡命してきたトクタミ氏を支援して、ジョチウルスを再統一させ、 北西のキプチャク草原を友好国として中央アジアの支配を固めた。続いて、1335年のフレグ王家断絶後、イルハン朝、イルハン国が解体して、諸勢力の拡挙していたイラン方面の計略を開始し、1380年には、マーワラアンナフルからアム川を越えて、ホラーアンを征服、1388年までにイランの全域を服属させ、 アルメニア、グルジアからアナトリア東部までを勢力下に置いた。1393年にはイランのファールス地方を支配するムザフファルアサを征服してランの全土を完全に制圧し、さらにカフカスからキプチャク草原に入ってホラズムの支配をめぐってティムールと対立したトクタミシュを打ち、ジョチウルスのトサライを破壊した。 1398年には矛先を変えて、インドにも侵攻し、デリー・スルタン朝のと、デリーなどを占領した。1400年には再び西方に遠征して、アゼルバイジャンから、シリア、イラクを石鹸して、マムルーク長を破り、1402年には、アンカラの戦いで、オスマン帝国を破って一時的に滅亡させ、シリア、アナトリアの諸公国にまで総主権を及ぼして、 サマルカンドに帰還した。こうしてティムールは三十年間でモンゴル帝国の西半分をほぼ統一することに成功した。1404年には、で知られるルイ・ゴンサレスでクラビホがティムール町を訪れたが、ティムールの病のためにフランスをシャルル六世とカスティーリアをエンリケ三世への返勝を得ることなく国した。改めて東方のモンゴル帝国の大半直轄領。 元回復を志し、元に代わって中国を支配した名への遠征に向かう途上の1405年にティムールは病死した。ティムールは生前から新たに征服した地方は自身の王子たちを知事としその支配を委ねていたため、ティムールの死後各地に分放されて勢力を蓄えていた王子たちの間で後継者をめぐる争いがあった。ティムールは 自身に先立って死んだ王子ジャハーン・ギールの、コピール・ムハンマド・ジャハーン・ギールを、後継者に指名していたが、ピール・ムハンマドは小王子の中では、力が弱く、権力を掌握することができなかった。代わって三男ミーラーンシャーの子で、シケン都知事のハリール・スルタンが、首都サマルカンドを奪い、ティムールの後継者として即位する。しかし、復讐の部下を持っていなかったハリールは、 長期シャーディムルクの政治介入を許して、首都での支持を失うと、ホラーサーン地方の知事で、ホラーサーン中流の軍団を投御することにこうした、ティムールの四男シャールフに倒された。1409年に、サマルカンドを征服、ティムール朝の三大君主となったシャールフは、サマルカンドの支配は、自身の長男ウルグベクに任せて、ホラーサーンに帰り、ホラーサーンの主要都市の一つヘラート、 現アフガニスタン西部を本拠地としてティムール町の再統一に乗り出した。シャールフは自身の子外の武将たちを将軍に登用して権力を固め王朝発祥の地である中央アジアの遊牧民の軍事力を背景に地方で拡挙する三人の兄の子孫たちから次第に権力を奪っていった。40年近く続いたシャールフの地位制には民との外交が樹立されて 小活動が進行し、国際商業とオアシスの豊かな農業生産に支えられた繁栄を背景に、中央アジアではイスラム文化が大いに発展した。1415年、1422年、1431年頃の3度に渡り、民の英楽三角の命を受けた平和がホルムズを訪れている。しかし、西方辺境の東アナトリアから、 イランの西部ではティムールに打倒されたモンゴル貴族に代わってトゥルクマーン遊牧民の活動が活発化し黒羊朝の英酒に引きられた彼らの手によってアルバイジャン地方がティムール朝から失われた1447年シャールフが没すると再び小王子たちが各地で自立して王位を争い始めティムール朝の支配は再び揺らぐシャールフが死んだ後その長男で サマルカンドを支配していたウルグベックが正当な後継者として四大君主に即位するが、間もなく1449年に、自らの長男アブドゥラティーフの手によって殺されてしまった。翌年にはアブドゥラティーフも暗殺されて、シャールフ家からは実力者がいなくなり、混乱が続く。この間に黒羊朝が急速に勢力を広げ、イランの西部から東部まで進出して、 ホラーサーンの主流ヘラートまで占領していた。1451年、シャールフのアニミーラーンシャーの孫、アブーサイードが、中央アジアのトゥルクマーンとウズベクの支援を受けて、サマルカンドを奪取、シャールフ家の王子に代わって、第六代君主に即位した。アブーサイードは、イスラム神秘主義教団の一つ、ナクシュバンディ教団の支持を獲得して、その宗教的権威のもとに、 マーワラアンフルの勢力を固め、1457年には、アゼルバイジャンで反乱が起こったために、ヘラートを放棄して、東イランに帰還せざるを得なくなった、黒羊アサと交渉して、ヘラートを含む、ホラーサーンをはじめとする、陰頭部を返還されて、シャールフ没以来の10年ぶりのティムール朝の単独君主となった。アブーサイードの知性では、 反乱やウゾベクの侵入に悩まされつつも統一は保たれた。しかし、1467年にアゼルバイジャン方面でトルクマーンの白洋朝が黒羊朝を破って勢力を確立すると、これを東部イラン回復の後期と見たアブーサイイードは西方へと遠征を観光し、1469年に白洋朝の英州ズンハサンの軍によって大敗を喫し、殺害された。 アブーサイードの死後、その長男スルタンアフマードがサマルカンドで即位するが、もはやマーワラアンナフルを確保するのが精一杯で、ホラサーンではヘラートを本拠地とするティールの次男ウマルシャイフの総尊、フサインバイカラが勢力を確立していた。こうしてティムール朝はサマルカンド政権とヘラート政権の分立の時代に入る。サマルカンド政権では ウルグベクの知事時代に繁栄の絶頂を極めていた都市文化が衰退に向かいつつあったが、ナクシュバンディ教団の権威の下で安定が保たれた。しかし、1494年にアフマドが没すると王子たちと有力な将軍たち、ナクシュバンディ教団の教師たちの間で王位をめぐる内向が勃発し、さらに北方のウズベクの南下侵入によってサマルカンド県の支配は、 急速に崩壊していった。1500年、サマルカンドは、シャイバーン朝のムハンマド・シャイバーニー・ハーンによって、征服され、サマルカンド政権は滅びる。1503年には、アブー・サイードの孫バーブルがサマルカンドを奪還するが、数ヶ月で再びシャイバーニー・ハーンに奪取され、中央アジアは、シャイバーン朝に制圧されていく。一方、ヘラート政権では40年近くに及んだ。 フサインバイからの知性の下で安定を実現し、サマルカンド政権や白洋朝との友好関係のもと、首都ヘラートでは、ティムール朝の宮廷文化が絶頂を得た。しかし、平和の陰でヘラート政権は次第に分弱化しており、1506年にフサインが死んだ後には全くその力は失われていた。翌1507年、ヘラート政権は、 サマルカンドから南下してきたシャイバーニーフンの前にあっけなく降伏し、こうして中央アジアにおけるティムール町の政権は消滅した。1511年、バーブルはイランの新興王朝サファビー町の支援を受けて再びサマルカンドを奪還するが、サファビー町の援助を受けるためにシーア派に改修していたために住民の支持を失い、1512年に再びサマルカンドを失った。 バーブルはこれ以降、中央アジアの支配奪還を断念し、南下に転じる。アフガニスタンのカーブルを本拠地としていたバーブルが、デリーのローディアサを破り、インドにおけるティムール朝として、ムガル帝国を打ち立てるのは、その晩年の1526年のことである。ティムール朝の国勢については、不明なところが多く、現実に、ティムールイカ歴代の君主の多くが格好たる。 行政上の制度を定めたこともなかったと考えられる。特に、ティムールの時代には、ティムールの息子たち、副心の部下たち、彼らに従う遊牧民たちが分法されて、カリスマ的な軍事指導者であるティムールの権威に、服していたため、ティムールの没後には、容易に分裂に向かってしまうものであった。15世紀末に、ヘラートに主婦を置いた、フサインバイからは、 軍務と財務を司る官庁と宗教を統括するサドル職を設置した。フサインはティムールと同じく巫女たちを各地に分蜂して、そこにもヘラートと同様の行政機関が設けられて自治が敷かれた。中央の統制が及ばないため、一人の巫女が処刑されると他の巫女の反乱が連鎖し、シャイバーンアサへの対応に遅れをとった。君主の支配を固める論理として、 モンゴルの伝統とイスラムの伝統という二つの要素が存在したことは確かである。未だ、モンゴル帝国の影響がよく残っていた、ティムールの時代には、モンゴルのつてが特に強調され、ティムール朝の君主とは別に、チンギスハーンの血を引く王子たちの中から名目上の藩が擁立されるとともに、ティムール家の王子は、名目上の藩やモグーリスタンの藩など様々な、 チンギス・ハーンの血を引く王家から王女を妻として迎え、ティムール家の君主は、チンギス・王家の娘婿にして最高位の将軍という、立場から支配権の正当性を認めさせていた。このため、ティムールの孫の世代からは母を、チンギス・ハーン家の王女とする者も,も少なくなく、ムガル帝国を開いた、バーブルもその一人である。このチンギス・王家の娘婿という主張は、ティムール朝の君主に、 一般的なものであるが、これに対し、シャールフはイスラム的な伝統、すなわち、イスラム法、シャリーアに基づいた、公正な統治者しての君主像を強調していたと言われ、アブーサイードとその子孫のサマルカンド政権は、ナクシュバンディ教団の宗教的権威に頼っていたと指摘されている。政権を支えた、支配階層は、セルジューク朝以来のイラン高原の、 遊牧イスラム政権と同様に、ターズイーク、タジクと呼ばれる、ペルシア系低住民出身の行政官僚たちと、チュルク系遊牧民の部族長、遊牧貴族たちからなる将軍、軍人たちからなっていた。ティムール朝はあくまでもモンゴル帝国の伝統から、怒っているので害して遊牧貴族の地位が高く、取られていた、モンゴル帝国期には、遊牧貴族の地位を示す称号であった、アミール、 将軍がターズイークの交換に授けられた称号になっている例が存在することが指摘されており、ティムール朝の時代には遊牧民と定住民の生活や文化の一体化が進み、定住民の政権における地位が向上していた可能性が高い。経済的には遊牧国家の伝統に則っ,って通商政策を重視した。特にティムール朝はモンゴル帝国の遊牧民の中でも、 特に都市生活に馴染んだ西、チャガタイ半国のチャガタイ人が起こしたせいであったため、通商基地として重要な都市の整備を極めて積極的に行った。王朝の多くの時代において首都であったサマルカンドは、ティムールの時代から大征服によって各地から略奪されてきたが集積され、盛んな建築事業が推進されて、世界でも屈指の大都市として発展した。ティムール朝は、 元来が遊牧政権でありながら、都市の優れた文化を理解していたので、首都サマルカンドをはじめ王族たちが駐留した各都市では、盛んな通商活動に支えられて、学問、芸術などが花開いた。特に、自身が数学、医学、天文学などに通じた学者でもあった、ティムールの孫、ウルグベクがサマルカンド知事時代に行った文化事業は名高く、彼が、 サマルカンド郊外に建設したウルグベク天文台では、当時世界最高水準の天文表が作成されていた。また、都市には、優れた宗教、教育施設が建設され、サマルカンドのクーリアミール病、ビービーハーヌムモスク、ウルグベクマドラサ、イスラム学院や、現在のカザフスタン南部チュルキスタンのホージャーアフマド、ヤサビー病長ダ高い。しかしこのように、 都市文化に親しみ都市の建築に力を注いだ、ティムール町の君主たちも一方では遊牧民の末裔であって、都市の中の窮屈な宮殿よりも、都市の周辺に設けた広大な庭園の中で、くつろぐとを好んだ。こうして、大小様々な庭園が建設されたが、サマルカンドのそれはこの町で生まれ育った、バーブルの自伝、バーブルナーマにおいて詳細に描かれ、 その見事な様が今日に伝えられている。このように、ティムール朝の時代に栄えた中央アジアの宮廷文化が頂点に達したのが、15世紀後半のヘラート政権のフサインバイからの宮廷においてであった。ヘラートの宮廷では、モンゴル時代のイランで中国絵画の影響を受けて発達した細密がミネアチュールの技術が移植され、芸術的にさらに高い水準に達した。 夫妻にや、その入兄弟で長身として、最小を長く務めた有力アミールのアリーシール。ナバーイーはいずれも優れた文化人で、彼らの文芸本語によって文学が繁栄した。当時の中央アジアでは、文化語はペルシア語であったが、ナバーイーらは当時トュルク語にペルシア語の語彙と、修辞法を加えて洗練された、チャガタイ語を用いた文芸、試策をも好んで行い、ティムール朝の下で、 チャガタイ語アラビア語やペルシア語と非検衆るレベルまで文学的な地位を向上させた。チャガタイ語三文文学の一つの頂点を示すのが先にも触れたティムール朝の王子バーブルの著書バーブルナーマである。ティムール朝では王朝側による終始事業もまた盛んに行われた。シャーミーとヤズディーによってティムールの伝記である2種類の勝利の書がされたのをはじめとして シャールフの時代には、ティムール朝は、チャガタイウルスの後継国家としての意識が一段と、顕著になった。シャールフは、歴史からに、終始をはじめとする、イルハン朝時代からの歴史情報の所領の総括を、明示、合わせて、終始自体もモンゴル帝国における、バルラス部族とチンギスハン家の関係を強調した、形に再編集させたバージョンを作成させている。この過程で、 モンゴル的な祖先伝承と預言者ムハンマドとの血縁的、宗教的関係を連動させ強調する主張も盛り込まれた。この種の主張はイルハン朝時代に邦画があったが、ティムール朝ではより線にされるようになった。この影響は後のオスマン朝やサファビー朝、シャイバーニー朝などでも受け継がれてゆく。またこれらシャールフチ聖火のヘラートでの修士事業の伝統は、 フサインバイからの知性にナバイイの保護下で世界的な通詞である正常円を表したやその外村でバーブルに仕えた電気の伴侶の著者ホーンダミールなどを排出しているこれらの高い文化の影響はティムール町の中央アジア領をそのまま引き継いだシャイワーン町のみならず西のサファビー町南のムガル帝国にまで及んだこうしてティムール町の滅亡後も 東方イスラム世界と呼ばれる一体の文化圏で優れたイスラム文化が続いていく。また、ティムール朝時代の進んだ文学や科学が言語を同じくするアナトリアのルコ人たちの間にもたらされたことが当時勃興の途上にあったオスマン帝国の文化に与えた影響は大きい。こうしたティムール帝国で形成され花開いたイスラム文化を特にトルコイスラム文化という サマルカンド政権、ヘラート政権、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。